岡山県警が夏休み中の高校生を対象に警察業務や防犯ボランティアに関心を持ってもらおうと行ったものです。今日は県内から応募のあった高校生25人が参加し、岡山市のイオンモール岡山で鍵かけの大切さや特殊詐欺に注意を促す啓発チラシを配ったり、店内アナウンスに挑戦しました。自分の言葉でこれこうどういうことしてますとかいうのをなんか言うのが結構難しくて、どう伝えればいいのかっていうのを一からなんか考えるのがとても勉強になりました。自分も、まあ、結構自分は鍵閉め忘れたりするし、気をつけてなかったらかかると思うから、こういうビラを見たりして気をつけてほしいなと思いました。防犯ボランティアは年々人数が減っていて、岡山県警はこうした経験を通じて高校生も地域の防犯活動に貢献してほしいと話していました。